ステップ4、ビズンチン将軍問題。これが、まあ、えっと、皆さんご存知か,かもしれないんですが、分散システムとしては、それが何か壊れてしまう場合にはどうすればいいでしょう。で、それが、同、え、期、っと、をもらわなきゃいけないんですが、それ、えっと、いくつかの部分、えっとシステムの,のサブシステムとかについては、えっと、その、えっと、解決をしなければならないでしょう。で、まずはこれはもちろんそれが、えっと、分散型のシステムなんですが、 クラシカルの場合には、工程の場合と、利用者の場合は両方があるでしょう。そして、えっと、ある部品だけはダメかもしれないんですが、もしかして悪いやつは運営しているので、もしかしてシステムは、えっと、えっと、不正、えっと、不誠実かもしれませんね。そして、その、えっと、信頼性のことなんですが、それが、えっと、部品が問題に,ってるになっているとか、で、それが、もしかして、えっと、 こっちから答えが A とこっち側から答え,が答え B を、ね、もらってるなんですがそれがどっちが正しいかそれが、えっと、判断しなければなりませんそして、えっと、どういうことに状態には考えられるでしょうまずはこれが、えっと、敵の力は、えっと、考えなければならないんですがその,、まあ、その敵はもしかして部品が壊れていることを含むことになってるなんですが いくつかの問題があるんですね。まあ状態になっているんですが。つまり一つ目のことなんですが、それがノードはいくつかがあって、全部のノードは全部のメッセージが見えるかどうかは一つの問題設定の質問です、それが Yes と No 両方がある問題設定なんですが、それから ノードは壊れてしまう、まあ、落ちる場合とか、それもありますかそれも Yes の場合が No の場合、両方があるなんですが、それも、えっと、問題の定義は,は異なっている。それから、えっと、敵の,のことなんですが、敵の,の、えっと、できる計算量がそれが無限かか、有限かか、どっちか。それから、 その、えっと、敵のことなんですが、スタティックの場合、あるいはダイナミックの場合には、それが動的になっているかどうか、とのことでしょう。で、それが、えっと、自分でやっていることは、前のデータの結果を見て、それが、えっと、次のことは、えっと、決めることは、それが動的になっているのなんですが、そして、えっと、通信の時間なんですが、それが、えっと、コミュニケーションタイムでは、それそれも、 無限か有限か、それがどっちでも。それから、えー、とネットワークの構造と,としては、全部のノードは全部の他のノードには直接つながっているかどうか。それから、使っているアルゴリズムなんですが、それがランダム性がある,あるかどうか。でそれが、まあ、もう何十年間には、えー、普通の古典アルゴリズムの理論の世界としては、そのランダ,ムランダマイズアルゴリズムはだんだん 重要な、研究の最先端だとか、使っているアルゴリズムがだんだん開発されているでしょう。そして、それが、えっと、ネットワークのことなんですが、それが、えっと、同期になっているかえっと、非同期になっているか、それも重要になりますね。それが、1、2、3、4、5、6、7、8の質問があって、各 Yes, No の場合には、それが、えっと、問題の定義は若干変わります。 そして、えっと、一番最初の抽象的な問題なんですが、ランポットたちはそれがもう40年前に定義したものなんですが、まあもちろんそれが、えっと、あの、誤り訂正型のコンピューターはそれの前からあったものなんですが、で、その、えっと、システムの信頼性とかにはそれがもう昔からの研究され,されているものなんですが、ランポットはこの概念を開発したと、 だんだんシステムがまあ、リローンには強くなっているんでしょう。そしてこれがビズンシン将軍問題なんですが、将軍は何人もいて、そしてその将軍、各将軍、各ジェネラルとしてはそれがアーミーを持っているでしょう。自分の軍隊を持っているんですね。そして、えっと、 都市の周りには囲まれているなんですが、それが攻撃するかどうかは決めることになっているんですね。そして、将軍と将軍の間には、えっ、ー、と、メッセージを送ることにはできるなんですが、基本的にそれが人間にとメッセージを伝えて、それが、えっ、ー、と、その,あのメッセンジャーの人は、えっ、ー、と、そのメッセージを運ぶこと。それから、その将軍が、 ともしかしてそれが攻撃するかやめておくかそれがどっちか全員は同じことしなければな,ならない半分は攻撃すると半分やめる状態になっていればそれがすごく大きな問題になりますので必ず全員は同一しなければならないそして問題なんですがっと皆さんは大河ドラマ見てる人は多いと思いますがその大河ドラマにいつもその 裏切り者はいるかどうかというのは一つの重要なあのドラマのことになるでしょう。今回のビズンチン将軍問題は一緒になっているんですが、もしかしてその将軍がた,たちが,が、えっと、裏切り者になっているかもしれません。そして、完全にはそれが、えっと、キング、それが王様のことなんですが、その王様が将軍たちに,には、えっと、伝,えて伝えておきます。さて、 将軍と将軍の間には、えっと、交換するメッセージが、えっと、攻撃するか、えっと、やめるか、それ,それが、えっと、そういうメッセージをあの将軍と将軍の間にの、えっと、送ることにはできるんでしょう。そして質問なんですが、そのあのえっと、忠実なの、えっと、将軍たちは、えっと、本当にそういう決定ができるかどうかに、それが、がえっと ビズン,ン,ンチン将軍も問題の中心のになってるんですね。そして、こういう形としてはこういう形になってるんですが、例えば全員は攻撃するか、えっと、全員はどうやめることになるか、そして裏切り者がいるでしょう。で、それが全員は一緒にはしなければならないんですが、とけってえっと、考えることとしてはそれ問題設定なんですが、 メッセージを送ること,送ることは、それがまあ信頼性があるなななんですが、えー、とそれがえっと送ったら必ず届くという状態になるんですね。そして、誰が送ったかそれもあのもうできている。それがわかっていることに,はにはなっているなんですが、そして、メッセージの種類によってそれも重要,に重要なことになります。まずはそのメッセージは口だけで伝え,伝える場合もありますが、 口だけにはメッセンジャーに言って、メッセンジャーが次の将軍のところにいて、口でに伝えるだけの状態になっているんですが、そうすると内容は変化しやすい。それが誰かが嘘のことは言いやすい。そして、縁人の将軍が言ってたら、これが忠実な将軍のの態 人数としてはそれが全員の分の3分の2以上、絶対以上になってるなんですが、そうすると3人の中では2人だけだったら足りないなんですが、最低の人数としては4人の中には3人を忠実、ね、のことになってるんですね。そして、えっと、1人の,の,の裏切り者がいてたら、その2人の,のことを混乱で,、ね、できるようになります。 そしてそれが口で伝えるメッセージだけだったんですが、これがまあ紙で書いているメッセージとしては、それが二つには区別しているでしょう。で、忠実な将軍なんですが、それが内容は変更できない。もう彼のサインか反抗はありますので、内容は変更できない,ことにはない状態になっているんですね。そしてそれが何人の忠実な将軍に行っても、 何人の裏切り者を言っても、なんと、その、えっ、ー、と、忠実な将軍が、全員は同じっ、えー、と、決定をできるようになります。さて、それが、えっ、ー、と、ランポートの解決手法なんですが、えっ、ー、と、解決手法としては、まあ、さっきの言ってたとおりには、この数字をで,はでは、えっ、ー、と考えらなけれ、考えなければなりません。そして、これが、まあ、あの、 再起のアルゴリズムを使う,使うなんですが、何回を再起するか、それが、えっ、ー、と、裏切り者の人数次第。で、それが何,何層に、えっと、再起することにはなります。それから、そのメッセージの数なんですが、それがお、O の円の、えっ、ー、と、このお文字の円なんですが、それが将軍の全員。円の円トレーターで、えっ、ー、と、裏切り者の人数上。 になるんで,すね、で、それが、えっと、そういう裏切り者1人だけだったらこれがオーダー N、2人だったらオーダー N 事情になるでしょう。そしてこれがだんだん、えっと、将軍の人数が増えると、えっと、だんだん、まあ、使える、えっと、使えないアオグリズムのスケーラビリティになるでしょう。 それから、written のメッセージの場合なんですが、これが紙で書いたものですが、えっと、解決手法としては、この、えっと、裏切り者の人数は、まあ、必ず n-2 の状態しなければならない。そして、これの、今回のメッセージの数なんですが、order n の事情、n の、えっと、裏切り者、えっと、トレー d ーの場合の人数。 それから一つのメッセージなんですが、それが、それの大きさとしては、オーダーエンドと裏切り者だったになるんですが、それが、まあ、えっと、線形になっているでしょう。そして、それが、まあ、スケーラビリティとしては、そんなに悪くないんでしょう。それから、えっと、ネットワーク全体の送らなければならないデータなんですが、それが、オーダーエン・トレーダー事情になっているんですね。 さて、それが1980年代、82年のことになってたんですが、まあ、すごく大きな研究のテーマになってたので、何人はいくつかの論文も出してるんですが、次には一つの重要なことは、カストロとリスクオブの解決なんですが、それが1999年になっています。そしてこれが基本的に、あの まあデータベースと同じようには、データベースには、トゥーフェーズコミットとかがあると思うんですが、これが、トゥリーフェーズコミットになります。そして、各メッセージの大きさなんですが、それが変わらない。それが、最初のフェーズとしては、メッセージの数は n になっているんですが、セコンドフェーズとサードフェーズのところには、それがオーダー n 事情になります。そして、全部としては、それがもうオーダー n 事情になるでしょう。 そして、これが一つのいいことになっているなんですが、ネットワークは動機でも、非動機の場合でも、それがどどちでもにこれが使える解決手法になります。そして、これが DOS Attack、Denial of Service の Attack についてはかなり強い防衛になるでしょう。そして、これがもっと使えるものになっているんですね。さて、それが古典の場合なんですが、2005年には ベノワラたちは、ベノワラが提案したことなんですが、量子の場合には何とできているでしょう。そしてこれが、まあ、Fast Quantum テ y z a n t i n e Agreement のプロトコルにも呼んでいるなんですが、基本的に、えっと、その通信しなければならない数がそれがコンスタントになっているんですね。それがオーダー1になっている。つまりそれが円には依存しない。 そしてこれも同期のネットワークなんですが、同期の場合だったら裏切り者は円の3分の1以上以下だったらそれが解決、ちゃんと解決できてるんですね。ちゃんと決定はできてるでしょう。そして非同期の場合なんですが、それがその裏切り者は分の円の4分の1以下になってればそれができるようになります。 そして最後なんですが、これも我々の研究なんですが、タイルカニたちは2016年の場合には、えっと、これをこのベノールたちの提案したあのアルゴリズムなんですが、具体的にはいくつのベルペアとどのぐらいの計算量になっているか、それを、えっと、調べたんですが、で、それが n の場合、n イコール5の場合、それが最低の,の,のバージョンになっているなんですが、 その時は、えっと、6 5 0ベルペアは必要になりますし。で、それが、まあ、そんなに悪くない数字かもしれ,かもしれませんが、えっと、もうちょえっと、問題になっていることには、それが、メモリーとしては1 6 0ュービットは必要になります。それが各ノードについてなんですが。それから、ゲートエラー、ゲートエラーの,の率なんですが、それが10のマイナス6乗、6乗。 ぐらいには必要になります。で、えっと、我々はえっと考えてたことなんですが、これがもしかして、QKD の次にはえっと配る量子状態と量子ネットワークで,で使えるアプリケーションになるんじゃないかなと,とあの想像してたんですが、この数字を見ると、その160ビットとその10のマイナス6乗のエラーレートについては、それがまあまあ厳しい状態になっているので、 まあ、QKD か,からここまで届くには、割とあの大きな差があるでしょう。で基本的にこれが、えーと将軍も、将軍問題を解決することには、あの面白い、えー、とアルゴリズムになっていると思いますが、えーと、ちゃんとした完全版にはできることには、まあまだえーとまだ、まだちょっと時間かかるでしょう。